よっ、どうも、キヨでーす。なんか久しぶりだな、スマブラの動画一人でやるのちょっと久しぶりかもしんねえわ。今日はね、やりたいことがあって、まあそこそこやってきたわけなんだけど、いろんな遊びの、いつもはさ、シンプルにシンプルモードを一人でやってたんだけど、すっげえ面白くないでしょ。今回はね、オールスター。これやったことないんだよ。なんか説明はね、読んだんだけど、これやったことねえから、ちょっとこのオールスター感謝祭をやろうかなと思ってます。すべてのファイターがライバルとして登場。限られた条件で全員ぶっ飛ばせ。あ、吹っ飛ばせ。普通の読み間違い。ぶっ飛ばせじゃない。吹っ飛ばせ。いきます。オールスター。もうオースターにしか聞こえない。で、モードを、ね、これ、優しい、普通、難しい、普通に決まってんだろ。俺、普通が一番ということを俺がこのパートで教えてやるわ。でね、キャラをね、見て、これキャラ全員出したんだよ。48人、もう、スマッシュブラザーズ48、全然面白くない。もうなんで今日、こんな俺面白くないんだろう。いつもに増して面白くねえわ。で、俺はね、ちょっとね、このゼロサムというエロ女にハマってしまったんで、エロ女にハマってしまったんで、この、陽気という名のゼロサムでいきます。ゼロスーツサムズ。行くぜ。初めてだね、でも本当にオールスターやんの。黒煙を上げて燃える。とりあえずなんかライバルキャラとしてどんどん出てくる感じでしょ？カービィでいう格闘王への道みたいな。あ、来た！簡単だな。でも意外と簡単そうだな。何これ？とりあえず飛ばせばいいのかな？え、ちょっと待って、このさ、ここだったらもうさ、スマッシュとか横に跳ねてくだけでさ、君ら死んじゃうよ。君ら死んじゃうよ、マジで。何、ちょっと待って。マジ何これ。普通モードの雑魚さ半端ないんだけど。勘弁なんだけど。先輩、朝倉先輩。どっちかで言うとなんか、このさ、コースの、妖怪ウォッチじゃねえや。妖怪ウォッチじゃねえ。ゲームウォッチのさ、コースの敵の方が強いんだけど。13% 俺ゲームウォッチのコースの敵に倒されたんだけど。何すげえ、クソ簡単、普通ってこんな簡単なの？まさに普通だな。しかもゲームウォッチのコースのこと妖怪ウォッチって。もう、お、なんだこれ！かっけえんだけど！あ、これが次に出てくるモンスターみたいな感じ？なる、なるほど。あ、待った。ちょっと待って。これ入りそうだな。あー、回復系ね。はい。サムス、ゼルダ、ピーチ、リンク、ロボット、ダックハントにクッパが出てくるってことかな。行ってきます。かっこいい。この入り方かっこいい。こういうことね。中学生の頃だったらやりたかったんだけどね。ゲルドの谷。吊り橋に乗ったり攻撃すると壊れることがあるが、実は何もしなくても勝手に。お、何ここ全然知ってんだけど。全然知ってるコースで笑っちゃうんだけど。基本スマッシュで行っちゃえるから、で、敵っていや、敵同士戦ってくれるのかな。弱い、ちょっとマジで。マジンコで弱いんだけど。勘弁。で、蹴って、飛ばして、このロボットがさ、俺意外と強いっていうことに気づいたんだよね。ロボット意外と強くね？なんかロボット結構ね、友達が使ってて、あー！ロボットをね、意外と友達が使ってて、熱い！このコースね、64の頃嫌だったわー。あ、くる。はい、ざまー、味噌漬けー。で、あと3体か。早めに倒しておきたいな、こいつを。来ちゃったよ。サムス、自分のコースだからって、ちょっと得意げな顔で来たよ。でも中身俺だからね。中身俺みたいなところあるからね。死ぬの早い。死ぬの早すぎだろう。ちょっと何もちょっと、もうちょっとさ、もうちょっとなんか来て。強いでやればよかったみたいな罪悪感があるから、もうちょっと来て。俺側に来て。なんか来てくんねえかな。え、これ何回戦うんだろう。ちょっとごめん、ゲーム音上げていい？聞こえない。ゲーム音上げたい。オッケー、行くぜ。なにこれ？これ取っていいの？これ何？これ回復？取るよ。あ、フィギュアだよね。よかった。回復っぽく置くなよ。次、ファルコン、ヨッシー、ロックマン、パルテナ、ピット、マルス、マリオ。
このさ、スマブラやってたら意外とキャラの名前覚えるよね。1986から1990年のキャラクターなのかな。ヨッシー大好きなんだよな、俺。ヨッシー大好きでたまんねんだよな。ヨッシーだけは倒せないかもしんない。もしかしたらヨッシーだけは倒せないかもしんない。これさ、後々強くなってくるの。もうさ、なんでこういういい場所選ぶの、君たち。センスの塊かよ。マジで。あ、もうここの音いいね、本当に。もうここの音だけでもう暮らしていきたい。ここの音だけで暮らしていきたいわ。弱いね、もう。いや、敵が弱いんじゃない。俺が強いんだ。そういう風に捉えよう。やばい、ヨッシー来ちゃった。おい、ヨッシー蹴っちゃった。ごめん。ヨッシーマジでごめん。ヨッシーマジでごめん。ヨッシーだけは、ヨッシーだけは避けて戦いたい。ヨッシーだけは避けて戦ってあげたい。お前ヨッシー、ヨッシー殴ってんじゃねえよ、おい。マリオ、お前マリオ。あ、ヨッシーごめん。ヨッシーごめん。マジヨッシーごめん。マジヨッシーごめん。マジヨッシーごめんなんだけど。ごめんな、ヨッシーごめん。あ、ヨッシーごめん、ごめん。ヨッシーごめん。ヨッシーだけはやる気ないんだ。ヨッシーだけはやる気ないんだ。あーべ、ヨッシー危ない。ヨッシー危ない。ヨッシー危ない。あ、ヨッシーごめん。ヨッシーごめん。ヨッシーごめん。ヨッシーごめんな。お前何蹴ってんだよ。あ、間違った、ヨッシーじゃん。さよなら。さらばだ。さらばだ。うわ、お前やりやがったな。来るんじゃねえよバカ。さよなら。君を葬り去る。さよなら。早い。動画時間が今日スマブラの動画で一番短いかもしれない。でもこのオールスターって何年まで続くんだろう。もしかして今後出す予定のキャラとか急に出てくるかもね。2014までじゃなくさ、2028みたいな。誰これ、あ、誰これ、誰これ。取るわ。 67% 意外といけんじゃね。 67% だったらまだ回復しなくても。あー、でも怖いみたいなところあるよね。これ何、全開。あー、どうすっかな。 67% 次行ってからでいっか。こういう感じでね、残しとく。後々にアイテムを残しとく。 RPG であるあるだよね。いいアイテム残したまま使わねえで終わるっていう。特設リング、あ、狭いところじゃん。うわ、カービィとか64の頃の使い手だったわ。使い手。まるで中学生からのような言い方。使い手だったわ。あ、危ない、蹴って、あ、危ない。待って待って待って、ここ狭いコースだから吹っ飛びやすいの気をつけよう。ためよう。オッケー、いいね。次マキシマムホルモン取ります。マキシマムホルモンじゃねえか。マキシムトマト取ります。待って、これ動く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 、非常に動く、非常に動くから気をつけよう、気をつけよう。危ない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 。気を減らすわけにはいかない。気を減らすわけにはいかない。死んでくれ、君たち死んでくれ。なになに、危ない。特設リング、さよなら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 。あー、決まんなかった。俺の大好きなパティーンが。さよならさよなら。よーし、オッケー。もうさよならだけ言ってプレイに集中する。とりあえずさよならって喋ってれば実況として成り立つんじゃねえかって考えてたわ。いきます。もう取る、さすがにもう取る、もう取る、もう取る、もうタクト、もうタクト、もう3頭だわ。お、あった、危ねえ。金金だけはすぐ行くわ。これなんか赤いので良さそうだな。減らない、あんま減らない。まあ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 、37%ならいいだろう。1、2、3、4、5、6、7、ガノン、シーク、ピカ、プリン、ディディ、リザードン、ネス。ネス、ピカチュウっていうね、64の最強キャラね。94から98か、行こう。ここら辺でな、でも敵の強さやっぱ普通だな。変わってねえんだな。アシソギア、リン。何、リン、リンチーリン、もしかして。わあ、出た。待って。くそ。俺、フライングマン、マジ最強だと思うんだけど。倒しの、ケリーの、上上げの、危ないの、危ないの、危ない危ない危ない。これさ、下蹴りがね、ちょっと隙がね、でかいんだよね。フライングマン、フライングマン来てない、フライングマン。フライングマン来てくんねえの。やべ。よし、やばいぞ。危ない。くたばってくれ、くたばってくれ。タヌキ、タヌキ、くたばれ。タヌキ、くたばれよ。タヌキ、あーってやばい。タヌキ、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 危ない。飛んでけ、飛んでけ、飛んでけ。敵でやり合えよ、バカ。
なんで敵俺ばっか狙うの、そうやって。なんで敵は俺ばっか狙うの。お前らガードばっかしてんじゃねえバカ野郎。おいおいおい、よっしゃー、敵来たな。三重士来たな。三重士で出てきたのに、なんでシークは俺だけ狙われてんだろうと思っているはずであろう。うわ、危ねえ。くそ、タヌキ。プリンってタヌキだよね。はいはいはい、さらばさらば。あら、どうしようかな。プリン実際ぶっ飛んできやすいから、どうしようこいつどうしようかな。こいつどうしよう、なんかかわいそうに見えてくるな。ごめんなプリン。あ、間違った。いっか、倒しちゃうわ、ごめん。さよなら、プリン、さよなら。何も抵抗してこなかった。もうね、悪意ある、ゼロサム悪意しかなかったね今。何も抵抗してこなかった敵に。陽気、陽気、電池1個減ったぞこの実況で。これラストか、まだ結構あるよね。2001から2006。あ、ワイリーじゃん。取ってみいい、これなんだろう、これ取っていいかな。あ、全開ね、これ全開ね、了解、全開。ルカリオ、アイク、クッパジュニオ、私で、オリマー、トゥーンリンクに、村人、ゴー。さて、どれぐらい、アシストフィギュア、これアシストフィギュア最強説やめてほしいんだけど、ほんとに。あのさ、アシストフィギュアさ、このゲーム強すぎなんだよ。くるりん。お、バカ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 。敵でやりやい、バカ。敵でやり合いたまえ。よし、撃ってこ、パンチ入れてこ。村人、お前女じゃん。危ない、やばい。村人。上行って、上。ここなんかさ、敵死に。俺ここ嫌いかもしんない。ごめん、俺さ、もう黙っていい。ここ嫌いだわ。割とここ嫌いだわ。なんか、やりづらい、ここ。マジで。マジやりづらい。ここなんでこんなやりづらいの、ほんとに。来た !07! 世の中にな、同じ人間は存在しちゃいけないんだよ。だからお前は死んでもらう。申し訳ない。くそ、こいつら俺ばっかり狙いやがって。この野郎、さよなら。君たちには死んでもらう。何、ゼロサム、お前生きていたのか。くそ、やりやがったな。何、お前まだ生きているのか。ゼロサム、くそ、ゼロサム、お前との一騎打ちになったようだ。さあ来い、さあゼロサム来い。一騎打ちじゃ、お前との一騎打ちを楽しみにしておったわ。何、かわしやがった、死んでもらう。何を一人で騒いでいるんだろう、俺は何を一人でこんなに騒いでんだろう。さよなら、ゼロサム。楽しかったよ。また会おう。もう会うことはないけど、また会おう。で、こっから誰だ？お、金。金じゃねえの、これ。あ、2007から2013。これもラスト臭くね？ラスト臭いからもうアイテム取ってよくね？月光ガニ？なんだっけ、こいつ。ルキナ？何のキャラかわかんないんだよね。に？シュルーク、パンツ男に、なんだっけこいつ、ウィフィットトレーナーに、ロゼッタ、ブラピ、あ、こいつ誰だっけ。唯一名前が出せなかった。ごめん、ほんとに。あんまり俺、ファイアーエムブレムシリーズ詳しくないからさ、これ取っていいよね、もうラストだもんね。あ、これ使えないやつだ。取ります。せっかくならアイテムをきっちり使っていきてえしな。はい。さあ、ラストっぽいのやっていこうか。アシストフィギュア、次もアシストフィギュアの説明ばっかだな。アシストフィギュア、このコーナー出てこないのに来た。あ、ここテンション上がるわ、マジ。ま、うなにやめて。あ、俺じゃん。ここマジテンション上がる、ここ。はい、さよなら。投げ、なに、お前、はめ技やめろ。実質3対1みたいな感じ、やめろや。
なんだよこいつら、なんで狙ってこねえんだよ。はい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 、お前3人でやり合えよバカ、3人でやり合えって。なんで3人でやり合わないの。もしかして俺ね、俺敵もしかしたら逆パターン、俺が敵を倒してんじゃなくて俺が敵みたいな感じかな。はい、ぶっ飛べー、クソやりづらい。ここさらばーさらばー、なにさらばーさらばーさらばー、そして君たちもさらばしてもらおうか。あ、やべ、間違った。さらば、このウェビー攻撃の強さを君も。お前名前わかんなかったからって調子に乗んなよ。おい、その銀髪、銀髪、お前名前呼んでもらえなかったからって調子に乗るなよ。ただ忘れただけなんだよ。あるだろ、忘れるぐらい。よし、もう3人だ。あ、カウンター、貴様らポケモン月光がお前一人だけ間違えることに気づきたまえ。はい、さよなら。はい、さよなら。くそ、3人とも生き残ってやがる3人とも生き残ってやがるぞ。こら、こら、よっしゃ、溜めてんじゃねえよ銀髪、銀髪最後に残ったのは月光学、貴様か。何やるね。だがこの俺の大好きな上スマで死んで、いやもういい、そんなこと考えなくていい、俺が死ぬという可能性があるから。ピューン、何ピューン、やるだ、ピューンピューンピューン、はっはっはっは。そして最後にアピール、私が最強の女よ。あ、終わったっぽくない？ファイナルリザルトって書いてるもんね。これ終わったよね、絶対、これ絶対終わったよね。うぅ、やってやったぜ。あ、違う格好で出てきた選んだ格好と違う格好で出てきた。やばい、一体目っていうのがもうバレバレ初めてやったのがバレバレ。さてと、カット、おしまいじゃー、コングラチュレーションオッケー。じゃあ今日はこんぐらいにしとこっかな。なんか来る、なんか来る、来た。オールスターをやさ、待て待て待て、優しいでやったみたいな感じやめろ。俺普通でやったぞ、普通でやったからな。オールスターを優しいでクリアするじゃねえよ、俺普通でやったぞ。今の結構さ、空いてたじゃん。あれね、意外とね、やってないモードとかもあるから、そこら辺もまた一人の時にね、やろう、一人じゃねえや、一人動画の時に撮ってやろうかなと。まあ、ホームランコンテスト以外の2つもやってないからね、そこらもやろうかなと思います。ほんじゃあまたなんかの機会でお会いしましょう。なんだこのなんだこの締め。じゃあね、さよなら。どうもどうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分あまり面白くない分、ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない分なんだけど、そのね、矢印の横にあるURL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。